絶対三笘、移籍にとんでもないクラブ動く。ブライトンに所属する日本代表三笘薫は、多くのビッグクラブからの関心が報じられている。スペインメディア、フチャジェス .net は、現時点では、冨安、武尊の所属するアーセナルが、三笘の獲得に最も近い位置にいると報じている。アーセナルのミケル・アルテタ監督は、日本人の三笘の補強を望んでいるという。フチャジェス .net は、三笘の獲得レースが熾烈になるのは間違いない。彼の才能と若さが、移籍市場で重要なターゲットになっている攻撃的なポテンシャル、ビッグタイトルへの距離という点から、アーセナルが三笘獲得レースで、マンチェスターシティ、マンチェスターユナイテッドを上回っていると、伝えた。とりあえず酷使、マーク集中問題が付きまとう、ブライトンからは今すぐにでも脱出してほしい、当ポジションに競争力もあって、ターンオーバーできる選手層で、他ポジションにも戦力が充実して、マークが分散されるクラブに行ければ、まだまだ活躍できる。まだ、ドク、グリーリッシュ、フォーデンとの違いは見せられそうなんだよな。最近マルティネッリが伸び悩んでるから、アーセナルちょっとあり、なんじゃないかと思い始めてる。ユナイテッドで7番つけてほしい。アーセナルいいじゃん。トミアスと同様か。リバポニ遠藤と噂では久保くんとってナムは板倉と古橋になりそう。ビッグチームに、日本人2人ってのもいいもんだよ。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。